はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、ご苦労です。もう夏も終わりです。まあ、そうだね。そうですね。まあ、話は置いといて。はい。今日はですね、はい、僕のお友達です。はい。長いお付き合いあります。はい。はい。みやびグループさん。はい。はい。ひさまる。はい。オペレーターさんのゆうちゃんです。はい。はい。よろしくお願いします。ゆうちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ゆうちゃんと2人で盛り上げます。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあお車の方ご紹介お願いします。みやびグループさん、うん、ひさまるさん。はい、車種の方はカンターで。はい、じゃあすごいけどこれご自慢箇所じゃあお願いします。はい、全体的な動きが、はい、好きな自慢というか好きな。あ、そうなんですね。お気に入りのポイントなんですね。はい、ここが好きっていう場所ってあります？ここが好きですはい、全部ですね。全部ですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。まあご覧の通りね、もう手の入ってないところはないんじゃないかというぐらいに。そうですね。はい、もう終わりにしてもいいですよ。それぐらいの勢いですね。あ、本当すごい。すごい。マジズームかけられますから。はい、はい、じゃあ、うん、もうどっから紹介していいか分かりませんから。うん、ね、はい、ご覧の通り。うん、そうだね。はい、じゃあどちらから。はい、お願いします。助手席はもうご覧の通りで終わっちゃわない？うん。はい、じゃあ助手席はお願いします。すごいね。うん、すごいですね。あ、これ横面でどこかっていう場所、これ鱗じゃないですか。キャップが鱗っすね。ね、そこです。あ、すげえ。なかなかないらしいね。本物っすね、これ。すげえ。雑誌しか見たことない。ねえ、お高いんですよね、おそらく。どうしたんですか、盗んだんですか。どうしたんですか、これ。秘密です。あ、秘密なんですね。すげえ低いトーンで秘密ですとか、なんか怖い。あ、そういうことですね。諸事情は、大人の事情は。あ、なるほど、そういうことなんですね。あ、本当に鱗すごいですね。うん、はい、じゃあボディ側。はい、はい、ボディはしごもね、しっかりと。本当にもう鱗ですね。ね、鱗大好き。はい。あ、ここもね。あ、本当鱗っすね。すべて鱗っすね。一周巻いてあります、ね。あ、そういう感じなんですね。あ、フェンダーも鱗でね。本当だ。なんか中の方にも。うん。いっぱいあるね、中も。見たらキリがないぐらい。なんか中がすごいことない。あ、そうなんだ。そこだって見えるもん。ん、なんか、ね、何、あ、何、あ、何ですか。どうですか。スペアタイヤのカバー。あ、スペアタイヤのカバーですね。うん、はい、あ、もうちょっとね、見えないところも全てロゴで。あ、いいっすね、このホイールマーカー。レトロ感。うん、この付け方がね、素敵。いい、取って付けた感いいっすよね。取って付けた、マジで僕個人的に好きなんですけど、はい、取ってつけたから、いす、あ、いす、あらら、あらら、あらら、はい、あ、いいっすね。これ夜光るんですか。あ、光りますね。あ、そうなんですか。すごいな。お、すげえ。今電気代未納なんでちょっと光らないです。あ、なるほど。あ、そういうことなんですね。あ、そういうことですね。あ、電気代これ絡むんだね、これね。自家発電じゃないんだね。はい。すごいね。これリレーかかってるんですか。リレーかかってますね。すげえ。じゃあビロビロしちゃうんですね。しちゃいますね。すごいな。はい、じゃあ後ろ面、はい、お願いします。はい、じゃあ後ろ面お願いします。後ろ面もこれすごいですね。にぎやかっすね。ありがとうございます。これ、あ、これはそういう風に止まってるんだ。
洒落てますね。テールもちょっと地盤だったり、あ、そうなんですね。縦やろう、うん、ちょっと地盤だったりしますね。あ、すげー。あ、これこれも鱗なんだよね、ほら。ね、ほら、ね、すげー。へー、あ、これも光るんですね。光りますね。へー、ひさしっぽくなっていますね、ゆうちゃんね。あー、テールの、はい、あ、下側がね、あ、上側がね、あ、ここね、本当だ。へえ、これレアな品なんですか？と聞いてます。あ、そうなんですね。僕全然知らないんで。これは先ほどからついてたんですけど、なかなか入手は困難です。あ、そうなんですね。あー、じゃあ大事にしないと。終わりですね。ね、もう変わりがない感じですね。ない感じですね。はい、ありがとうございます。はい、めっちゃ知識ですね。どんどん映ってこない。いい、はい、じゃあ運転席が、あ、車ごと、さりげな、あ、上も本当だ。あ、そこまでね、その上も全部鱗ね、ほら。そうですね。あ、すっげえ。へえ、大好きですね、鱗。大好きです。たまらないですね。はい、ありがとうございます。まみれたいですね、鱗に。ありがとうございます。運転席はじゃあお願いします。はい、じゃあ運転席側は、うん、白は左色変わるんですけど、ね、ここと一緒、うん、うん、すごいな。でも、あ、何、ちょっとこれ光が当たってる方で分かったけど、ラメラメなんだ。あ、下のラインだけね、黒ラメで、うん、本当だ。へえ、すごい。うん、お仕事何やってるんですか？普段は小売店さんに運んでます。運んで、はい、何を？お肉。お肉、はい。あ、そうなんですね。はい、あれです。あ、僕もありがとうございます。そんなにお肉食べてないんですけどね。あ、いいですね。へえ、あ、キャップもやっぱ細かくね、やっぱり、うん、ね、使われてるんですね。へえ、あ、すげえ。そのは何ですか、金属はでかいの、というのは。これはあれですね、横たわってるのは、キシュンの、なんですか、サブタンクって言うんですか。キシュンがついてて、うん、排気入れて解除した時に、うん、二度泣きですね。キシーキシーっていうやつね。へえ、なるほど、はい、素晴らしい。声の相談室。うん、俺もそこ見ちゃって今。ね、同時だった。大好きだから。うん、声の相談室。そう。うん、ね。こちらは車内の外からのチラ見でもうね、分かってると思うんですけど。うん。あ、ハンドルも変わってね。うん。あ、逃げやがすね、中もね。うん。店の中みたいな。あ、すごい。ちなみにあれですか、やらしい匂いするタイプですか、車内。やらしい、おじさんみたいな匂いするかもしれないですけど。本当ですか。やらしい匂いですね。はい。おじさんみたいな匂いって何ですか？カレー臭ってことですか？カレー臭ですか？本当ですか？つけてオージャスだ。あ、すげえ。あ、すごい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 。あ、なんか、ね、なんか全部張り替えてあるんですね。ね、あ、すごい。へえ。あの助手席側はあれなんですか？あ、あれリレー機ですね。すげえ。後ろもすごいね。あ、本当だ、ね、あ、すごいね。これはオーダーされて作られてって感じですか、はい、へー、つけてから思ったんですけど、乗るときにたまにおでこ行くんですよね。あ、なるほど。急いで人がガーン行くんですよね。なかなか痛そうですね。だいぶ痛いし、なかなか痛そうですね。耳があったらおっしゃる。あ、必需品できる渋滞のときに。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやらしいのしなかったですね。うん、うん、うん、普通の、普通にあのいい匂いだった、ね、うん、はい、じゃあ正面、はい、お願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お休みのところに来てもらっちゃいました。はい、はい、ゆうちゃん、サマル、よろしくお願いします。はい、めんどくさい、ですよ、勘弁してくださいよ。本当だよね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。